トレンディエンジェルは、吉本工業所属のお笑いコンビ。2013年、オンバト第3大チャンピオン。2015年、M、M-1 グランプリ王者。略称は、トレンディ、ドレーン。2名とも、アイドルグループ吉本坂46のメンバーである。斉藤司2月15日対ボケ担当。高志1月30日対ツッコミ担当。つかみポーズ漫才主に漫才。 ツコミは斉藤が高志に、お兄さん、トレンディだねと肩を叩きながら呼びかけ、二人で、うん、トレンディエンジェル。と合唱して、互いの体を交差させながら、それぞれ片手を水平に胸の前にかざす決めポーズ。その後、高志がネタの入り前に、同い年の有名人を挙げる自己紹介、斉藤がそれに絡んだ、自己紹介をする。高の振りを受け、斉藤が、誰だと思ってんだ。 お前、斉藤さんだぞ。とスーツの上着の前を開く仕草をしながら、セクシーボイスで自らを誇示する。斉藤のペは、突然表情を崩して、すっとん境に発生する。デビュー当初は、漫才と並行して、普通のコントも行っていたが、大谷信彦に、お前、なんでハゲてんのに、 ハゲを生かしたネタをやらないんだと言われ、ハゲで笑いを取るような時代じゃないと思ってます。と答えたところ、まずそれを処理しないと、お客さんが困惑するだろうと助言された。そこから、ハゲネタをやり始めるようになった。ネタ作りは、両者でボケを出し合いながら行う。ハゲラップハゲをネタにすることが多い。ラップ形式でリズムを刻みながら、お互い髪が,が薄いことをネタにするハゲラッチョという、 持ち芸もある。このネタは、エンタの神様で、ハゲラップという名称がついた。格言、名言をハゲネタに、パロディ化することもある。一騎手前、フォリンとポリエチレン、ウォーターメロンボーイズ、吉本坂46としての、出演については、吉本坂46出演後参照現在の、出演番組、編集レギュラー番組特別番組不定期、出演過去の出演番組、 編集として伝説の女官役ナッシー探偵、制服警官役、斉藤、レギュラードラマたかし、スピンオフドラマ2020年5月31日、公式 YouTube チャンネル、トレンディエンジェルチャンネルを開設し、初動画、トレンディエンジェル、斉藤のモーニングルーティン、斉藤、S モーニングルーティンを公開。たかしに関するカテゴリー、ありがとうございます。